日本埼玉県越谷市南越谷南越谷は埼玉県越谷市の地名。現行行政地名は南越谷1丁目から南越谷5丁目であり、1丁目の一部と2.3丁目は住居表示実施済み区域、1丁目の一部と4.5丁目は住居表示未実施である。郵便番号は343-0845。 新越谷駅前通り南越谷及び新越谷両駅の開業以前、越谷市の中心市街地は越谷駅周辺であり、南越谷の周囲はのどかな田園地帯であった。開業後は市の中心部として急激に栄え、八木早に多くの施設が建設された。1985年度には新越谷駅の乗降客数が 越谷駅のそれを上回ることとなった。地名は、先に開業した日本国有鉄道の駅名を取った。2018年3月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。南越谷駅、新越谷駅周辺の詳細については、越谷コミュニティプラザ南越谷地区センター、公民館、 パレットバリエ独協医科大学埼玉医療センター。越谷市は2019年から賑わい創出懇談会を設置し、老朽化が進む3ィの建て替えを軸とした南越谷駅周辺の整備事業の検討を進めている。2020年1月には都市整備構想のキャッチコピーを官能都市とすることを発表したが、パブリックコメントを通じて、 性的な印象があるとの否定的な意見が相次ぎ否定された。年中行事として南越谷阿波踊りが開催されている。1985年に地元事業家の提唱で始まったこの祭りは2009年に開催25周年を迎えた。南越谷阿波踊りでは阿波踊り発祥の地徳島からも連を迎えている。越谷市中南部に位置し、北で元柳田町、 北東で河原ア東で西方、南東で上戸町、南で鴨野日町、鴨野若根町、西で七左町、北西で石山町と接する。武蔵野線南越谷駅と東部伊勢崎線、新越谷駅の東南側を除く市街地を中心としており、これらの駅周辺の略称として、新越、南越と呼称される。 埼玉県東南部の中でも武蔵野線と東部、伊勢崎線が利用できる交通の便の良さから駅周辺の施設が充実している。特に商業施設の数が多く、新越谷駅には駅ビルが内設されている。駅名は異なるが両駅は隣接しており、徒歩連絡が可能である。南越谷駅、南口ロータリーと新越谷駅、東口ロータリーは共用している。 新越谷駅、南越谷駅周辺には、下記の4つのバス停留所があり、行き先や運行会社によって発着場所、名称がそれぞれ異なる。ありがとうございます。